お疲れ様でした。何にも通用しませんでした。何にも。悔しかったです。受けてはいましたよ。もっといい点が出ると思ってました。なめんな。そんないい点なんか出るか。いや、90点台だという自信はありました。90点台は出てたよ。その、全員。でももうそんな平均したら90点台ぐらいあったで、多分。まあ、そうなんですよね。そこじゃないです、問題は。そうなの。はい。まあ、順番が悪かったとか言う人もいますけど、とかまあ、ランジャタイさんの後で、なかなか点が伸びづらかったとか、受けてもね、とか言う人もいますし、下ネタやったんじゃないかとか。まあそれも、じゃあ下ネタやったら上沼さんが一番点つけるの意味わからないのって思いますし。で、特にその、男女のジェンダー的な話とかも、わかりますけどね。でもあんだけ受けてたら観客は少なくとも思ってなかったってことで。で、上沼さんことこれまた90の点入れてますから。うん。そういう、まあもちろんそういう価値観は必要かもしれないですけれども、点が伸びなかった理由はそこじゃないと思いますね。点が伸びなかったのは、審査員が僕たちに抱いてる人間性のイメージ、おぼろげなね、と僕らがやった漫才がそぐわない。お客さんの中では合致してたけど、審査員の中ではもっと違う人間性があるんじゃないかと。なるほど。思った方が多分結構平均していらっしゃったんじゃないかなと僕は思いましたね。だって、あんなさ、廊下歩くときにさ、戦争行くみたいな顔してるやつがさ、あんな綺麗な漫才するかね。俺はしないと思うんですよね。本当廊下から戦争始まってたんですよ、ほんまリアルに。戦争じゃないですよ。まあ戦争ですよ。俺らと審査員の戦争。戦いですけど。戦争です。まあでも私は、まあ2本目は本当に下ネタやりたかったんで。マジやらなくてよかったです。本当にそう思います。もう1本目なんか、どこに下ネタが散らばってんだっていう感覚だったんで、一般の人とのズレを感じました。ややこしいのがね、女性がこれ言ってることですよ。俺が言ってたらね、その、一方的に僕が動きさえ終わりですけど、確かに、ちょっとまあ、この動画を通じて言わせてもらいたいんですけどね。やめろよ、もう。結局そういうの相手せなあかんの俺やねんから。いや、だからね、川瀬だけで、そのネタを出したんじゃないですよってことは言いたいですね。ちゃんと私も面白いとして、そのネタはやってますから。いや、なんか結局俺変わってるみたいになってるやんね、これ。まあ、そうですね。まあ、それぐらいですかね、率直に終えて。下ネタはね、その単語で聞いちゃってる気がするんですよ。ちょっとそのね、問題っていうのはちょっと時間がかかりますけど、私は探していきたいと思ってます。意外にちゃんとした考えを持ってらっしゃるそうです。今後の目標は、それはもちろん変わらず優勝ということですね。トークライブをたくさんします。初めて聞きましたね。やめますけど、もちろんやめますけど、先日、カウ師匠とお話しさせていただいたときに、まあこれからも漫才しっかり頑張ってな、ここで終わりじゃないからな、って言われたときは、やめますって言えませんでした。今までで一番日和りました。特にないです。あんまり何回もライブに来るの。同じネタばっか見る。お笑いは楽しんで見るものなので。音ゲーじゃないから。ここのボケ、ああじゃないんで。変えたとこうんうんじゃないんで。見に来てください。ほんまに。他のやつ見に行った方がいい人だったら。俺ら見ないもんだと思って笑わずに。自分の感覚で笑ってください。それが一番邪魔やねん。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、どうですかね。いや、もう悔しいっすよ。悔しいです。反面嬉しいみたいなのもありますけどね。反面ですよ。多くない。反面は多くない。あくまで反面。悔しい8割、2割がそれとかだ。反面なんで嬉しいの？やっぱりそのまたね、M-1 という素晴らしい大会に出れるという権利をね、まだ持ってますんで、優勝したらもう終わりじゃないですか。そう考えたらね、負けてよかったですよね。皆さんどう思いますか？もう1年だけね、ちょっともう1年だけちょっと頑張りたいと思います。なんかね、でもまあやってる手応え的に結構いい点数出るんじゃないかなと思ってたんですけど、そうですね、はい、ちょっとあの時の喜びはもう下ネタでしか言い表せられないですね。ちなみに下ネタで言うと、ああ、俺はでした。絶対優勝すると思ってました。ちょっと思いすぎちゃいましたね。良くなかった。それが良くなかったかもしれないです。ちょっと調子に乗っちゃってましたね。2本目やるまでは。じゃあ来年頑張ります。いやまあもちろん M-1 優勝。優勝しないと終われないんだよ。はい。来年の自分らが必ずどうにかすると信じてますので、はい、頑張れ俺たち。これはあのキリンさんのね、キリンの田村さんのね